皆さんこんにちは。今回は冷凍庫 PC での検証第3弾の前半で、常温環境における CPU グリスについてです。今回と次回の2パートにわたって、冷凍庫 PC を使った CPU グリス比較をしていきます。比較対象は3つ。これまで使ってきたアークティック社製の MX4 と、サーマルグリズリー社製のクマグリスとクマメタルです。そして今回は前半、常温環境下で製品レビューっぽく比較します。次回は後半、冷凍庫で作った低温環境下です。後半が冷凍庫 PC のための比較検討です。まずはこの検証の動機から話しましょうか。有名どころの CPU グリスでどれが一番冷えるのか気になる、というまあまともな理由もありますが、これまでに冷凍庫 PC を製作、動作確認する中で冷凍庫を使って庫内の空気を低温化させると、CPU クーラーの冷却性能が悪化する、そんな変化が起きていました。具体的には常温で25度 C とかあった庫内の空気温度を、冷凍庫を使ってマイナス10度 C、マイナス20度 C とか、35、45度 C 分低くさせたのに CPU 温度は25、35度 C 分しか低下しない。熱抵抗という冷却性能を示す計算値で見ても、低温化によって熱抵抗が増加してました。検証としてこの変化の原因を探っています。冷却性能が変わったということは、CPU クーラーに関わるどこかが温度によって変化しているという考えでパート15では空割りをして CPU 内に塗られていた初期の熱媒体を塗り替え、パート16では外直をしてヒートスプレッタの有無、それぞれで冷却性能変化を見ています。空割りでは全ての温度域で CPU 温度が20度 C 近く低下し、熱抵抗も全体的に減少、そんな嬉しい結果もありましたが、本来の熱抵抗が低温下で増加しちゃうのは残ったままでした。外直は、そもそもうまくいかなかったので検証に至っていません。検証できなかった外直は置いといて、次の要素を調べようということで今回は CPU グリスを見ていきます。そもそもこの検証を始めたきっかけの一因が CPU グリスだったりします。これまで使ってきた CPU グリス、アークティック社製の MX4。内容量の割に安くて熱伝導率も悪くない、コスパが良い印象で私自身これまで多用してきましたが、製品情報に動作温度範囲が書かれていませんでした。じゃあ他の CPU グリスはどうなんだろうと思ったわけです。そして今回比較するサーマルグリズリー社製の CPU グリスには温度範囲が書かれています。呼び方がわからないので KR なんとかをクマグリス、CO ホニャララをクマメタルと呼称しますが、クマグリスはマイナス250からプラス350度 C、クマメタルはプラス10からプラス140度 C です。液体窒素冷却など極冷対応というクマグリスなら、冷凍庫 PC の限界マイナス30度 C 程度なんて余裕すぎる温度耐性です。クマメタルはグリスじゃなくて液体金属なんですけど、一般的な CPU グリスより熱伝導率が数倍大きいです。熱伝導率が大きければスムーズに熱を移動できるので CPU に熱がこもらず熱くならないで済みます。CPU 冷却にとっては恩恵が期待できるわけです。ですが温度範囲の下限はプラス10度 C までだから冷凍庫 PC では期待薄かも。まあ、試せばわかるか。ということで3種類の CPU グリスで冷却性能の違い、低温にした際の変化を検証することにしました。じゃあ低温の変化を判断するために常温環境での冷却性能を知っておこうということで、今回は常温環境下で CPU グリスの比較、性能確認をしました。で動画冒頭ですが最初に性能比較の結果概要です。使用感などの詳細は後ほど、ここでは CPU 温度や冷却性能の違いについて話します。冷却性能を確認するために定格 4.0GHz 動作でのベンチマーク時と、オーバークロックをした 4.4GHz 動作と 4.6GHz 動作でのベンチマーク時における CPU 温度と熱抵抗を確認したところ、常温プラス20から30度 C の環境で MX4 が定格で55度 C、4.4GHz で66度 C、4.6GHz で77度 C だったのに対し、クマグリスにすると定格47度 C、4.4GHz で55度 C、4.6GHz で64度 C、クマメタルにすると定格40度 C、4.4GHz で46度 C、4.6GHz で52度 C。めちゃくちゃ冷えました。ちなみに各動作時の CPU パッケージ消費電力はだいたい 70W、90W、105W で、定格動作だと Core i3 の TDP65W に近い熱を処理していて、4.4GHz 動作で Core i7 の TDP95W に近い感じです。
動作が高負荷になるほど消費電力が大きくなるほど CPU 温度に違いが出ていました。さらに環境温度や消費電力を考慮できる熱抵抗で評価すると、クマグリス、クマメタルの熱抵抗が小さく、よく冷却できていたことが分かりました。冷却性能という点ではクマメタルすげーという結果でしたが、 CPU 温度を見返すと MX4 で 4.6GHz 動作させても 80°C 未満なので別段問題はなさそうです。じゃあ結局 CPU グリスとしてそれぞれがどうなのか私なりに表すと、特に高負荷な処理をする予定もなく CPU の発熱にそこまで懸念がないのなら MX4、長時間高負荷な処理をするとかオーバークロックするから冷やしたい、でも液体金属ほど手間はかけたくないのならクマグリス、手間がかかって面倒だろうと構わない、何が何でも冷やしたいならクマメタル、といった感じでした。私が普段使いする PC なら MX4 で十分だろうなぁという印象です。ただクマメタルの冷却性能も魅力的です。液体金属なので短絡故障の危険性もありましたが、やる価値はありました。で、液体金属は取り扱いが面倒だなぁ、でも冷やしたいなぁと思うならクマグリスが無難なんでしょう。常温環境下での比較ではこんなことが分かりました。今回の紹介はこんな感じです。では詳細を見ていきましょう。と、紹介を始める前に注意点が一つあります。クマメタルは液体金属なので、これを塗布する面または接触する面がアルミだと浸食する恐れがあります。CPU クーラーで言うと金属ブロックというか受熱面がアルミだと NG です。銅が露出している CPU クーラーを使った方が無難です。銅がメインだけど表面がメッキされた面は、というと大丈夫とダメ、両方の情報があって微妙です。メッキがダメになるから事前にヤスリかけして銅を露出しておけという情報もあれば、ニッケルメッキなら大丈夫みたいな話も見受けられます。ちなみに今回の検証で私も純正のヒートスプレッタにクマメタルを塗布しましたが、純正のヒートスプレッタはニッケルメッキされた銅みたいです。で、検証し終わった後にクマメタルを拭き取ってもメッキは剥がれていませんでした。わずかに汚れというか残留物のような跡ができていましたが、印字も無事な感じです。まあ検証でクマメタルを塗布していたのは長くても1日ほどなので影響が小さかっただけかもしれませんけど、いずれにしてもクマメタルを扱う上でアルミへの侵食は確かなので、その点は注意しましょう。では製品情報から見比べていきます。動作温度範囲は先ほど話した通り MX4 だけがわかりません。クマグリスは幅広い温度範囲で、クマメタルは低温に弱いといった感じです。 MX4 の 4g を基準に値段を比べると、 MX4、 クマグリス、クマメタルの順に安いです。内容量 1g あたりの値段を計算してみてもこの順番は変わりません。で、熱伝導率もその順番で小さいんですね。まあ値段なりの性能と言えそうです。あと一つ見ておきたい項目として粘度です。製品情報だと MX4 の粘度だけ単位が異なるので変換するとクマメタル、MX4、クマグリスの順に小さいです。クマメタルは液体金属なので粘度が桁違いに小さいのは置いといて、気になったのはクマグリスと MX4。 数値通りだと MX4 の方が柔らかいようです。私自身もこれまでの印象として MX4 って柔らかいなぁと感じる時がありました。この点は後ほど話しましょう。では実物を見ていきます。今回検証のために準備した製品の内容量は MX4 が 4g、 クマグリスは 11.1g、 クマメタルは 1g です。MX4 は前から使っていたもので、クマグリスとクマメタルは新規購入です。それぞれの付属品にいろいろついていましたが、細かいことなのでここでは紹介せず概要欄かコメントで補足します。これらを使う時って面1であるかどうかでしょうし、じゃあ塗っていきましょうか。今回検証で CPU グリスを塗っていくのは CPU 台とヒートスプレッタの間、ヒートスプレッタと CPU クーラーの間の2箇所です。先ほど話したようにパート15で空割り、パート16で台直したけど失敗、その流れの上でヒートスプレッタを使う形で検証します。もしかすると CPU 台とヒートスプレッタの間の熱伝導はもう一方の間より重要かもしれませんので、今回の検証方法 MX4 なら MX4 を両方に塗るやり方だと結果の差が大きめに出るかもしれません。最近の CPU は最初から CPU 台とヒートスプレッタの間がソルダリング、ハンダ付けのようになっているので、この上で MX4 やクマメタルを比べても違いが出にくいんじゃないかと思います。その点はご留意を。では本題に戻って MX4 を塗った感じですが、柔らかいからか一
要分出した後糸状に伸びました。この映像はパート15で空割りした時のものなんですが、 CPU 台に塗った後伸びまして無意味に CPU の基板上につきました。糸状のグリスが垂れた先が何も乗っていない CPU 基板上で、さらに空割りキットの上でやっていたので無事ですが、マザーボード上で作業していて CPU ソケットとの隙間とかにこのグリス糸が入っていたら面倒だったと思います。でこれって柔らかかったからか、粘度が小さいから起きることなんでしょうかね。低粘度だから拭き取りやすくていいじゃんというのが MX4 の印象なんですけど、糸状になられると困ります。あとこれは普通頻繁にやる話ではありませんが、私は CPU クーラーをしょっちゅう交換取り外すので、外す際にも糸状に伸びて慎重に糸が切れるのを待っていたりします。普通はそんなに塗り替えないので CPU グリス自体が乾燥して糸状に伸びないんだと思います。ですが頻繁に塗り替えてきた私としては糸状のグリスに気を使ってきました。次にクマグリスです。塗った感じは MX4 と大して変わりません。まあ私の CPU グリスの塗り方が粒のままにするタイプなので、伸ばすタイプじゃないと違いが出にくいだけかもしれません。CPU グリスのレビューをしっかりやるなら伸ばすタイプもやるべきでしたが、ごめんなさい、やっていません。じゃあ拭き取りで違いがあったかというと別段感じることもなく、どっちも拭き取れます。違いというとグリスの糸が切れやすい印象でした。グリス自体が伸びずに糸ができても細いから切れやすかったのかもしれません。ということは伸ばす塗り方だとやっぱり硬いってことなんでしょうか？憶測になっちゃいますけど。結局のところ、CPU グリスの扱いやすさという面ではクマグリスの方がいい印象でした。では最後に液体金属のクマメタルです。クマメタルは他2つとスタートから違います。まず付属のシートで塗布面を洗浄します。エタノールか何かが染み込んだシートで、今回は CPU 台とヒートスプレッダの両面、CPU クーラーの受熱面を拭きました。その後にクマメタルを塗ります。塗布面にちょっと出して、付属の綿棒でトントントンと叩きつけていきます。叩かないと撥水コートされた面状の水みたいに液体金属を弾いたままになってしまうのでしっかり付着させます。これで液体金属を固定させるみたいな側面もあるんですかね。動き回って変なところで短絡故障されても面倒ですし。さらに CPU グリスが担う熱伝導という面から見てもしっかり付着させた方が接触熱抵抗が小さくなりそう。と、おそらく重要な作業なんですが面倒な部分もあって、これを乗っける側にも行います。ヒートスプレッダの裏、と CPU クーラーの受熱面にもトントントン。作業量が単純に倍になります。クマメタルの塗るのは他と比べると、格段に面倒。そもそもアルミの浸食もありますし気を使うことが多いですね。こんな感じで3種類塗ってみた感想ですが、クマグリスのが扱いやすくていい印象でした。塗ってみた話はここまで。ここからは肝心の性能の話です。動作確認で使用した PC パーツは冷凍庫 PC の実験用に集めたものです。もう、最新から数世代も前の構成です。CPU クーラーは冷凍庫 PC 用に製作した不凍液水冷です。本格水冷を冷凍庫仕様にした感じです。で、PC パーツを固定するフレームは検証用に組んだ自作品です。液体金属を垂れにくくさせるためにマザーボードを水平設置できるようにしています。計測ではベンチマーク時の CPU 温度、消費電力、環境温度を計測して熱抵抗を求めています。ベンチマークソフトはシネベンチ R20。CPU 温度や消費電力を見るためのモニタリングソフトはインテルエクストリームチューニングユーティリティ。環境温度は PC 周りの空気の温度を温度計で計測。こんな感じで動作確認を実施、データ整理しました。では室温環境の結果を見ていきましょう。早速定格動作から。という前に今回は CPU グリス比較の定番、アイドル状態時の CPU 温度も見ましょう。MX4 は室温 25°C 程度で CPU 温度 25°C。クマグリスは室温 20°C 程度で CPU 温度 22°C。クマメタルも室温 20°C 程度で CPU 温度は 20°C。まあこんなものかという感じで大して差はありません。アイドル状態では消費電力も小さいですし。じゃあベンチマーク時の結果ですが、まとめたのが動画冒頭で話したものです。ここまで違うものなんですね。値段なりの効果や手間をかけた甲斐があったというものです。定格動作で見事に階段状になった CPU 温度のグラフですが、オーバークロック動作させると段差が大きくなっています。この段差は冷却性能の違いによるものです。冷却性能を評価できる熱抵抗で見てみると、
クマメタルが CPU 温度の傾向と同じく一番小さいです。冷却性能が良いから高負荷で多くの熱を処理しなくちゃいけなくても CPU 温度が上がらずに済んだというわけです。液体金属すごいって感じですが、 MX4 も消費電力 105W くらいある 4.6GHz 動作でも 77°C ですから、常用仕様なら 80°C 未満みたいな目安があるなら一応入っていますね。 CPU 冷却って CPU グリスだけじゃなくて当然 CPU クーラーも重要なので一概には言えませんが、少なくてもオーバークロックしないなら CPU グリスの性能的には MX4 で十分でしょう。場合によっては UEFI のプリセットにあるブーストモードみたいなオーバークロック設定でも大丈夫。クマグリスとクマメタルは発熱が気になるとか、できる限りオーバークロックしたいなら必要なのかもしれません。常温環境下での動作確認はこれで全てなので、先ほどの製品情報や塗った感想を踏まえると、扱いやすかったのはクマグリス、冷却性能的にはクマメタル、クマグリス、MX4 の順にいい。ただオーバークロックしないのなら MX4 でも OK。 こんな感じだったので、オーバークロックとかで発熱の懸念があったり頻繁に CPU グリスを塗ることがあるならクマグリス、手間をかけてでも発熱を抑えたいならクマメタル、高負荷な動作をそこまでしないなら単価が安い MX4。 こんなところでしょうか。私が普段使いする PC に塗るとしたら、動画制作のエンコードが高負荷な動作になりますけど、そんな頻繁にやるわけでもないし、MX4 でいいかな。PC ゲームとかするようになったら長時間、高負荷になるかもしれませんし、クマグリスにしたいな。クマメタルは、オーバークロックを極めるわけでもなし、私には手に余りそうだからいいや。そんなことを思わせる結果でした。常温環境での結果が分かったので、じゃあ低温環境ではどうなのか。そこは次回紹介します。今回の紹介は以上です。今回紹介している CPU グリスの検証、実は一つの動画で当初紹介するつもりでした。ですが一つにまとめると、短くても動画時間26分になりまして。ああ、編集するの大変だなぁ。これなら二つに分けちゃってもいいかなぁ。というか分けた方が常温と低温で分かりやすいか。ということで前後半の二つにしました。次回は冷凍庫 PC のための、低温環境下における CPU グリス比較をしていきます。ではではここまでご視聴ありがとうございました。さようなら。